先日、福島原発国造さんが告訴した東京電力勝俣元会長、竹黒元副社長、武藤元副社長の3人の東電幹部に対する強制起訴が検察審査会で決まりました。あなたたちはもう逃げられません。今までの嘘や情報隠しを反省し、これからの強制起訴に協力することこそがあなたたちが救われる唯一の道です。はい、東京電力は福島原発事故の責任を取れ。柏崎刈羽は原発再稼働するな。放射能汚染水止めろ。第23回東電本店合同会議を開始します。まずはオープニングです。
がとうございました。それでは個人参加者のスピーチをお願いします。スピーチ希望の方は前に来てください。まず1番目の方。ありがとうございます。皆さんこんばんは。総選川崎から参りました春橋と申します。東京電力の皆さんこんばんは。今朝原子力規制委員会定例会傍聴しまして、松本さん出席どうもお疲れ様でした。田中委員長の前の説明聞かせてもらいました。作業員の被爆、計画の大幅な遅延、さまざまな問題がありましたけども、2、3、4号機のトレンチの対流水の除去、あと3号機使用済み燃料プールからの大型瓦礫の撤去、まずは成功、これは前進だと思います。東京電力の本社の役員ではなく現場の方たちにお礼申し上げます。ありがとうございます。ただですね、8月1日協力企業作業員の方が退勤後 J ビレッジで体調不良を訴え心肺停止状態となり病院に搬送されましたが亡くなりましたね。事故発生4年半で東京電力が発表しているだけでもこれで死者は合計6人、しかも月曜日の記者会見見ましたけど、この作業員の死に関してフリーの正野敦子さんや押取真子さん、木野雄一さんの質問に対して東電の白井さんはのらりくらり、作業との因果関係が証明されてないから当社の責任はどうのこうの、作業内容や詳細は公表できない、調べてないの繰り返し、しかもご冥福をお祈りしますという言葉すら詰まりながら喋ってた。あなた方は作業員を何だと思ってるんですか。大型休憩所の食堂が再開されるのはいいことですが、これ昼食代380円、作業員の方たちから徴収してるんですよね。食事ぐらいタダにしなさいよ。あんた方黒字だ最高収益なんだって言ってるけど、黒字になったら還元とかあるでしょ。作業員の方たちが働けなくなったら福井市も東電も吹っ飛ぶんですよ。本当東京電力は何を反省したのか。月刊ファクターの宮島編集長が東京電力何反省してるんですかね、僕よく分かんないんですけどって言ってましたけど、何を反省してるんですか。反省してるって言うんだったらちょっとここに来てね、マイク貸してくださいと喋ってみてくださいよ。さあ他に言いたいことありますか。時間がありません。さて6人これまで6人亡くなった件に関しては明後日希望のエリアでお話しさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。